こんにちは。スリーです。今回は、人は不得意な動きを自ら行おうとはしませんの記事についてお話ししていきます。どうぞ最後までお付き合いくださいえ。私のレッスンはですね、結構きついとね、生徒さんからね、言われてるんですね。でなぜならねそ、その人にとって必要な部分を見出しては、そこを重点的に強制するからなんですね。 で、人っていうのは、あの、自分自らですね、不得意な動きをね、行おうとしないんですね。だから要は自分のね、まあやりやすい動きをね、基本的には行うので、まあ、自分が苦手としてる動きっていうのをわざわざ取り入れないんです。そうなると、だから自分にとって楽な動きが多くなるので、まあ、まあ動きに偏りはできちゃうんですね。 そうなると、だん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 ね、えー、本来使わないといけない箇所を動かさなくなると、まあ、理想的な動きはできないと。で、なると、何かそれが歪みになって、ね、えー、何かのショットが打てなくなる原因に繋がっていくというね、えー、流れなんですね。なので、私はそこをね、えー、何とかしようとしてね、えー、その人にとって必要なね、えー、不得意な部分にね、アプローチ、強制するということになります。 だから結構ですね、えー、私のレッスンを受けた方は疲れたっていう方が多いですね。で、まあそれって結局ですね、普段行わないスポーツをね、えー、やったらですね、ちょっと動いただけで、ね、ドッと疲れが出るのとね、似てるんですね。まあそんなですね、今回は強制法の事例をね、あげてます。えー、こちら、こうちゃんさんからのご質問です。えー、推質問があります。軸足の大切さは動画を通しても、寝る側からもよくわかりますと。 ゴルフでは大地のグリップといってバックスイングからトップに行く際に体重を乗せた方の足指で地面を掴み、地方が動かぬようにします。ペニスでも無意,意識で,足指,をで足指で地面をギュッと掴むときはあるかもしれませんが、これは機能分析では意識するべきでしょうかもし意識するべきならどのタイミングで掴むのか そして、スリーエクステンションとのね、つながりから、より有効な何かがありそうなの教えてくださいというね、ご質問でした。それに対して私はですね、こちらさんご質問ありがとうございますとで。ゴルフでね、地面を踏みしめてアドレスするのと一緒でね、この原理はテニスも一緒なんだと。なぜならばね、ゴルフもテニスも道,、ね、道具を振るからなんですね。まあ、ゴルフだったらク、ゴルフだったらクラブを振ると。ね、でその際に土台がふらふらしてたらスイングの時にバランスは崩れてしまう。 とという、ね、ことになりますそれはテニスも同じでですね、ラケットを振るときに土台が弱いとバランスを崩しちゃうんですね。特にスリーエクステンションなどの下半身を有効に使って下からパワーを生み出すときはバランスが崩れやすいので、ね、足裏で地面を踏みしめる必要があります。なので地面を蹴り出したときに足指で地面をつかむようにしてバランスを保ってくださいっていうふうに、ね、お伝えします。まあ、あのジェットコースターで急降下するときに手すりをつかんで体を支えるのとね、まあ、似てますよね。 あの、ジェットコースターだと体が後ろに流されそうになるのを、ね、手でこうやってぐーっとね、えー、前にバランスを取ろうとするのと一緒なんですね。あれ一緒にね、ジェットコースターで、もし手すりとかね、シートベルトもなかったらね、全部後ろに行くとボーンでね、吹き飛ばされちゃうので、もうそれっていうのはバランス崩れてるから吹き飛ぶのと一緒ですよね。だからそれはもうテニスやゴルフも一緒なので、うまくですね、この、 体をね、下からのエネルギーをね、えー、耐えるためにも、しっかり地面を踏みしめてね、バランスを崩れないようにね、心がけてください。で、これはまとめなんですけどね、こうやってたまに下半身がふらふらなのに、思いっきりスイングする生徒さんがいるんですね。で、特に若い男性に多いんですけどね、アウトするときは最近肺の壁ドンですね。まあ、要は壁にドーンってね、アウトするときにボールをぶつけてるんですね。 で、ウェースラインからラケット1、1から3本ぐらいのアウトならわかるんですけどね、後ろの壁にダイレクトにボールが届くアウトするのは私からしたら不思議でなりませんと。まあ、あの、ストレス解消という目的でテニスをされている方もいるので全てを否定しませんが、そういう時は必ずね、監視の使い方についてアドバイスをしています。まあ、要するに一緒ですよね。上半身のスイングが強すぎて下半身が耐えれてないっていうことですね。まあ、要は上半身と監視のバランスが悪い状態。 じゃあ、これをどうするのかっていうと、私ならですね、まあ、特に若いね、もうパワーがね、溢れてる人だと、もう、手出しからですね、もうバウンドの低いボールを出すんですね。じゃあ、もう、しっかり腰を落とさないと打てないんで、ね、そうやって、えー、土台をしっかりしてもらうとで。それはね、ラケット出しとかでも一緒でですね、スライスかけて、とりあえず低いボールを打ってもらって、ね、重心を低くしてもらう。で、さらにラリーの時も私がボレーに入って、ね、ちょっとスライスとかかけたりね、なんかもう沈めて沈めてね、 とことん重心を落としてもらうんです。じゃあ、だんだん重心を落とすっていう感覚をね、掴んでもらえるようになってくるので、ね、あの、まあ、その中で上半身を使うと体全体が使えるので、ね、いいボールをね、打てるようになってるんですね。まあ、その代わり終わ,ったさんの、ね、終わった後の生徒さんはもう疲れ果ててます。<laughs> ま、これは仕方ないですね。まあ、あの、そうやってバランスをとってね、えー、自分でコントロールしてもらえるようにね、覚えてもらってるので。 だからまあ何でもかんでもですね、もう自分の得意なものでドーンっていっちゃうと、要はバランスを崩れしやすいんですよね。だからそうじゃない部分を矯正してね、バランスを保つ中で打つと。それが結果的にボールをね、相手コートに収める方法なので。もう偏っちゃうとね、まあ偏ったミス、要はアウトしたりネットしたりしてしまうのでね、そうならないようにね、すべてバランスっていうのはね、大事ですのでね、そういうのを踏まえて、あなたもね、えー、いろんなショットに見えますのでね、どの練習も頑張ってください。 それでは以上でこの音声を終了させていただきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼します。